皆さんこんにちは。日本をかっこよく娘大学でございます。今回の話は教科書が教えない日本の歴史シリーズの第13回目ということで、大和朝廷と古墳の広がりということで、お話をお届けしていこうと思います全体の流れといたしましては、最初文明の明け物で縄文時代から始まりまして今回は第2節古代国家の形成。前回が古代の日本。今回が大和朝廷と古墳の広がりと。 いいいううここととでご案内をしていこうと思います古代大和朝廷の時代にどのようなことがあったのかこれを書いてるのが実は日本書紀なんですね我が国の聖史として。で日本書紀と非常にまあよく似たものとして古事記もあるということでしてもともと戦前戦中まで、まあ、江戸時代からもそうなんですけども日本の国史日本の国の歴史っていうものを学ぶときには 初代神武天皇よりも前の時代、そしてまた初代神武天皇以降の歴代天皇のご自責といったようなものに関しては、これは日本書紀をベースに勉強するというのがずっと我が国で行われていたことになります。ところが戦後、GHQ が入ってきまして、日本の広告史観といいますけれども、これを全面的に否定をして、そして神話を子供たちに教えてはいけないという話になった。 日本書ををベースにしした教育というものが禁止をされまして昭和22年には文科省が GHQ の意向を受けて歴史教育そのものを廃止して社会科に統合しますということになった社会科では社会人としての常識ある意味世界的な常識の中で日本の歴史を教えるしかないということになってきますので我が国の歴史書である日本書紀をベースに教えてはいけないということになってではどうするのかという話になったときに 外国の文献を使いいいましょうということとこになっていってたわけです。で、その外国の文献を用いて日本のの古代いいううを考えていこう当然のことながら中国の文献なんかを見ますと中国が世界の中心であってまさに文明の中心であってで周辺の国は万位つまり日本というのは遅れた国なんだというそういう歴史認識に立ちますので、まあ、その範囲でしか我が国では歴史を教えることがなくなってしまったというふうな流れになるわけです。 そうした中におきましてこの一部神話っていうものはやっぱり国民のアイデンティティとしてとても大切なことだということで日本書紀がダメなら「古事記」があるじゃないかっていう話になって古事記を中心とした神話教育を復活させようというふうな動きが始まっていくこれはあくまでも民間ベースで大国主が稲葉の白兎を助けたとかいったような話が絵本になったりいろんな形で伝えられるようにもなっていったというふうになるわけです。ただ あ,あ,あくまでも我が国の歴史学会っていうのは GHQ によって一旦制限を受けた範囲内でしか今も動いていないということになります外国の文献をもとに日本の歴史を見るということになって日本書紀に書いてあることは全部インチキだ <laughs> みたいな話になったんですけれどもその外国の文献を見ますと実は日本書紀と同じことが書いてある例えばこちらにありますそこに日本伝というのがあります これは11世紀に書かれる本になります。何が書かれているのかって言いますと、日本は古の和が国なり、京を去る。京を去るというのは、これはあの東の都の長安ですね。ここを去ること、14000里、そして白城の国の東南にありますよ。と。そして海の中にありますよ。まあそうですわね。白城というのは朝鮮半島です。その和国には、彦んのこの神武が立って、改めて天皇を号して、 ヤマトの州というのは要するに畿内です畿内に移って統治をした次は水税次は安寧次は遺徳次は交渉次は天安次は高齢次は高原次は開花次には主人次は水人次は慶光次は政務次は中愛というこれ歴代天皇の名前です。日本書紀に書かれている歴代天皇の名前が東初チャイナの歴史書にそのまんま載っかっている。 もちろんこの「チャイナの歴史書」というのは「日本書紀」を参照してこのように書いたのかもしれませんけれども日本書紀は「神神神武武天天皇皇ののことととはは山岩っててて書書いてないいるんんでですすな日本書紀」が生まれたのが飛鳥時代ですねこの東浄が生まれたのは1060年ですから平安時代で奈良時代に「漢風志望」といいまして歴代天皇のお名前を漢字二文字で表すということが行われまして。 その時の時名前を使っているわけです。つまりこの新杜女が引用しているこの歴代天皇のお名前というのはこれは「日本書紀」を参照したんではなくて日本書紀に書かれているものをその後の歴史の中で我が国が天皇の名前を漢字2文字で表すようになったその名前を採用して丸ごと日本伝の中に書いているということになります。まあ、当然ですわね。ただし、ここうう書いいてあるということは、 日本書紀に書かれていることやながち嘘じゃないよという話にもなるわけです。でまたこちらにあります九頭女これ旧頭女と書いて九頭女と読むんですけども西暦945年10世紀の長頃に成立したものになります。ここには「倭国は古の罠国なり」これ同じことが書いてありますね罠国だで日本国は倭国の別種なり日本国っていうのは倭国と違うんだよ別なんだよその国は日の出の方向にあるように日本と名付けたというふうに書かれています。 古の和国だだ別な種なんだと書いているんですが要するにもともとは罠国といったそれが倭国という名前に変わったその倭国が今度は今は日本という名前を名乗ってますよというふうにここには書いてるわけですさらに登場よりも少し前の随所の方に行きます西暦636年ですから日本書紀が成立するよりも前になりますけども倭国には阿蘇山があります。その岩山ゆえなくして 起こり天に接することありというふうに書かれています阿蘇山が噴火をして噴煙が天にバーッと上っていくという様子が書かれているわけです。ここでは倭国に阿蘇山があると書いているつまり九州に和国がある従いまして東條でいうこの倭国というのはもともと九州にあったで九州にあったんだけれどもそれがあ今は日本と名前を付けてますよ。 どうして日本と名前を付けているのかというと九州の倭国の彦渚岳のこの神武つまり初代神武天皇が大和地方に移って初代天皇を名乗ったんですよという流れが書いてあるんです。これ丸ごと日本書紀に書かれていることと同じ内容になりますあ実際神武天皇は九州の宮崎を出発して神武統制東へ東へと向かっていってついに大和の国に入って。 で柏原の地に都を開いたっていうのがこれが日本書書紀に書かれていることになりますよねその通りのことが外国の文献にも書かれているつまりこれ何を意味しているかというと日本書書紀ににかれていいいるるここととととがご正しうの証明になるわけですそういう意味ではの日本書紀をただ GHQ に言われたからいつまでも見直さないということではなくてしっかりと日本書紀を改めて我が国の国史として読み解いていく。 ということはこれは必要なことなんだろうなって思うんですが、皆さんはいかが思われるでしょうかね？ということであります。この昔の和国なんですけれども、和国には阿山があった。じゃあ九州だけが和国だったのか？っていうとどうやらそうではない。まあいろいろこう見ていくと、こう日本列島があって、ここにあの 小笠原諸諸島、島、マリアナ諸島そしでこっちが琉球諸島になってまして台湾があってフィリピンがあってという格好になってるんですけどもこれがですねこの日本列島から島々の広大なこう海洋エリアそして北は北海道からずっと上ってきましてアリューシャン列島からこう島が連なっておりましてこれずっと行くこの一番突端に何があるかというとこれがハワイ諸島になります。ハワイには あ、やっぱり昔からの伝説がありまして、自分たちは日本からやってきた。という伝説をハワイの人たちは持っています。さらに南米に行きますと、南米のペルーの神話っていうのは、我々の祖先は日本から渡ってきた海を渡ってきた。米陸海峡を渡ってやってきたんではなくて、日本から直接渡ってきた。ハエある民族であるということがこれ、神話として残っている。これはあの実は？ 日本本国内ではそののことを本にししてて紹介しているものが全くありません。ただ実際にペルーに旅行行きますと向こうの現地のカイトさんが自分たちはもともと日本人なんだでそういう神話があるからペルーで日本人が大統領になったりするわけですというふうにつながってきますだから歴史っていうのはずっとつながってるんですね断絶させて考えるんではなくて歴史をずっと連続したものとして考えていくということが大事なんではなかろうかというふうに思います。そして、 えー、古代大和朝廷に関しては「日本書紀」を見ていくと非常に詳しい経緯がそれぞれ書かれているんですけれどもところが外国の文献を中心として考えるとこういうふうな程度の内容と思うんのしか出てこないただこれがはっきりとした具体的な異物となって登場するのがいわゆる古墳の時代というふうになってきます。これれですけれども 古墳が生まれるようになってからの時代のことを今では学校で古墳時代という,ふうに教えます。こちらはですね石野博信先生の「全国古墳変年修正」という平成7年に出版された本の中で石野先生が図にされたものなんですけれどもこの縦軸がこれが年代です西暦200年300年代400年代500年代600年代ということになっています。そして横軸にありますのが、がこれが九州、 山陽四国近畿地方東海関東東北ということで横軸が要すするにに日本列島地理的なな関係になりますでこうしてみると最初の古墳が現れたのがこちらの巻き向く古墳ということになりまして次にこの辺り箸墓古墳という非常に大きな古墳が作られたこれは奈良ですね最初に古墳が作られたのが奈良であるということになりましてそこからだん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 こう古墳が西の方に広がっていく。 ここののりりりがが京都です。す。になまつまり奈良の辺りで古墳というものが作られるようになりそれが京都兵庫へと伝播しさらにどん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 西へ西へと進んでいって西暦300年代ぐらいになりますと九州地方でも大きな古墳が作られるようになっていった一方で少し時期は遅れますけれども西暦300年代の真ん中辺から東北地方でも盛んに古墳が作られるようになっていったといったようなことがこの図でわかるわけです。 作山というところに巨大な古墳がある、これ山陽地方ですね。いわゆる仁徳天皇陵という大きな古墳が、西暦400年代ぐらいには誕生するようになってきて、その後、古墳は、ご覧いただくと分かるんですけども、古墳がどん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 大型していったかと思うと、今度はだんだん,だん,だん小型化していきます。最後の方になりますと、単純な丸い形に変わっていきます。こちらね。もともと前方後円墳のような形だったものが、 だん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 こう簡略化されて、ついには高松塚古墳なんていうのはまんまる。天武天皇の御陵もまんまるといったような。あ、え、形、ー、にまあ、割と簡略化されて、最終的に古墳が作られなくなっていくというふうな。形になります。最後の古墳が作られたのがだいたい西暦700年ぐらい。これ以降は古墳は。作られなくなっていったというふうな流れになるわけです。で、この古墳っていうものが、そもそもなぜ作られたのか。 っていうことが実は古代大和朝廷を考える上において非常に重要なファクターということになるわけなんですがこういう動画があります堺市が作った動画でして堺動画チャンネルというところでこれあの8分バージョンとか30分バージョンとか長いもの短いものいろんなバージョンがあるんですけどもここで1600年の時を超えて世界文化遺産登録を目指すモズ古市古墳群、つまり忍徳天皇陵のことです 仁徳天皇陵を中心とした古墳群についてこういうまあ動画がね紹介されています検索いただければ YouTube でいつでもご覧いただくことができようかと思います今忍徳天皇陵というのはこれはあの世界遺産登録されましたけども世界遺産登録しようねということで作られた動画になります私たちの町には古墳がある <laughs> なんていうことが書いてあったりするわけなんですがこちらの放送の中でこれは堺氏が我が国の有識者 言いますか古墳なんかの研究者つまり我が国の歴史学会の大学の先生なんかにお願いをしてそして古墳がなぜ生まれたのかということをこの中で解説をしているわけなんですが仁徳天皇陵の映像がありまして、これが古墳ですと。でここで紹介しているのが古代の日本そこでは土を高く盛り上げた墳丘を持つつまりこういうね盛り土した墓が数多く作られましたと。 アナウンスが入りますそれが古墳です古墳は3世紀の中頃から8世紀の初め頃までおよそ450年にわたって作られその数は日本全国におよそ20万基とも言われていますというナレーションが入りますさらに進んでいきまして古墳のこれまあ断面図なんですけども古墳の大きさや形の違いは 葬られた人の地位や力の大きさを示していると考えられつまり古墳の大きい小さいというのは権力の代償と考えられ日本の古墳文化の特徴の一つですま<す>ず古市古墳群つまり忍徳天皇陵のあたりにあるたくさんの古墳というのは当時の社会構造を伝える貴重な証です律令国家が成立する前段階に有力な市長の政治連合の下 墓の在り方で統治をするという世界でも珍しい統治形態があったことを示しているこれが古墳なんだという紹介になっています。果たししてそうでしょうでょかあの今のこの文章をね前のところから見ていきますと3世紀の中頃から8世紀の初め頃までおよそ450年にわたって作られたんですよというふうになってますけどもさっきのこの図3世紀っていうのは西暦200年代の中頃。 この頃から作ら作れていったこの辺りの記述は確かにその通りということになるわけなんですが葬られた人の地位や力の大きさをこの紛糾の大きさで示したんだっていうんですがそんなことでこんんな山作るる必要はあるんでしょうかこの仁徳天皇陵の辺りに行ってちょっと東の方を見ると山だらけですよもう。山なんかいくらでもあるじゃないですか。自然の山をどうして じゃあ古墳にしなかったんですか大和地方だったらば大和三山って言われる耳鳴り山とかねありますよねどうしてあの山は大和三山っていうのは古墳にされなかったんでしょうか目の前にちゃんと元からある自然の山があるのにどうしてわざわざ森としたんでしょうかそのことに対するこれ答えにならないんですよねさらに番組が進んでいきますモズ古市古墳群のもう一つの大きな魅力は 埋葬者とともに収められた副葬品の豊かさです、えー、ず古市古墳群からは副葬品として金や銅製の装新具金や銅で作られたバグ鉄製の武器などが出土していますこれらの品々にはここ中国や朝鮮半島などの影響が見られますとこのように述べています果たしてそうなんでしょうか仁徳天皇のこの御陵の形これと同じようなものって中国や朝鮮半島にあるんでしょうか もちろん今の話は服装品の話ですよでもこれってあの中東の方のマナの壺って言いましてお米を蓄える壺の形があるんですけどその壺の形そっくりですむしろ金や銅で作られた服装品なんですけどもチャイナ式というよりもむしろ数々の服装品というのは中東地方の影響を大変に大きく受けていたという見方もできるんですどうして中国や朝鮮半島だけなんでしょうかよく分かんないですよね さらにこちらね当時の広法で忍徳天皇陵古墳を築造するためには一日最大2000人延べ680万人を動員し15年8か月もの歳月がかかるとも試算されていますこれは大林組で、えー、以前試算したものですねもず古市古墳群が築かれた頃は大阪湾の海が今よりもずっと近くまで迫っていました巨大古墳の異様と存在感は海上からも感じることができたでしょう巨大古墳は 当時の人々に王の偉大さを視覚でアピールをするためのものだったのですこのように述べられていますこれが要するに今あの学会での通説のようになってますねただですよこれも不思議なことですけども延べ680万人動員1日最大2000人をね、15年8ヶ月の間ずっと動員するわけです1日2000人この毎日働いてくれる人たちにはちゃんとおまんま食わせなきゃいけませんよね そのお米どうするんでしょうか。あるいは飲み水必要ですよね。あるいは寝る場所必要ですよね。あるいはおトイレ必要になりますよね。そういうものはどのように手配していたんでしょうか。いかんせん延べ680万人分ですよ。当時の人口はだいたい500万人ぐらいとも言われてますけれども、当時の人口よりもさらに多いぐらいの人数が15年間ずっと働き続けたわけです。その人たちの飯はどうやって用意したんでしょうか。人間食わなかったら死んじゃうんですよ。 要するに西洋とかチャイナなんかの昔あったようなそういう強制的な手段でこの古墳を作ったんですよというふうに言いたい王様の偉大さを古墳の大きさで示すというそういうふうなものすごくえぐい社会だったということを言いたい日本は一部の権力者が威張っていただけのそういう国だったということを言いたいということはよくあるんですけども。 本当にそううだったんでしょうか今こう見てきた中でもこの動画の中で説明されていた古墳に関してのさまざまな古墳はこういうもんなんですよ普通に考えておかしいだろうっていうのが現実問題としてこの仁徳天皇陵のね上空から見た写真ですけども周り全部平安になってるわけですよもちろんこっからこっち側っていうのはもともとは海に面していたというのは分かります。 じゃここの向ううう側どしして平なんでしょうか今たくさん家が建ってます家が建ってますけども拡大すると分かりますがきちんと四角く区切られてるでしょ道路が分かります縦横にマス目状になってるでしょこれどうしてこうなってるんでしょうかって言ったらもともとこれ一個一個が一枚一枚の田んぼだったんですもともと全部田んぼだったんです田んぼっていうことはここに水引いたんです水引かなかったら田植えできないですからということは この広大なエリアが真っ平らの全部田んぼだったってことです。でもですよ、こんな広いエリアが全部きれいに均等に真っ平っていうそんな地形って世の中にありますか？ないでしょ。地形っていうのは自然にできたものであれば必ずデコボコしてるもんなんです。早い話、大きな川の真ん中にあるこう中洲みたいなのあるじゃないですか。あの川の水がだんだん減ってくるとこう真ん中に三角洲ができますよね。 三角ご覧いただい,たっていいいたただってですすよ。よ。してますよでも田んぼにするんだったら水を張らなくちゃいけませんからいいしななくちゃいけないわけわです。これだけの広大な地域をデコボコを全部ならして田んぼにするしかも田んぼに水を入れるためには水路を全部作らんなくちゃいけないそれだけの大規模な土木工事が行われたっていうことのこれ証拠でしょ今も残るそれだけの大規模な土木工事をやったらそこで出た残土どうするんでしょうか 出っ張ったところを崩してまっ平らにするわけです水路を引くためには全部穴を掘らなくちゃいけないんです当然たくさんの残土が出ますその残土をどうするんでしょうか今だったらそれは砂利トラックに入れて港湾の埋め立て工事に使いますでもこの時代まだ砂利トラックないんですよ十トン車ないんですよ軽自動車の軽トラさえもこの時代はまだないんですよじゃあどうするんだということになったらどっかに計画的に盛土するしかないでしょ ところがですよ、森土っていうのは昔あの子供の頃砂場で砂山を作った経験を持っていらっしゃる方おいでになると思うんですけど、その砂山って水がザーッと流れてきたら簡単にぐしゃーっと崩れちゃうでしょ。そんな経験ありません。単純に森土しても土を持っただけでは大雨が降ったりした時に全部これ崩れて周りに土砂が流れちゃうんです。そしたらせっかくの農作物が全部パーになっちゃうんです。 日本は毎年台風が来るんです。大雨が降るんです。しかもものすごく激しい雨が降るんです。その雨に耐えられるような森道を作るっていうことになったら、砂と土と砂利とこれを上手に組み合わせて崩れないような硬い山を作らなければならないんです。つまりかなり計画的に作ったものなんだということがわかるわけです。そして。 これだけの広大なエリアを開拓してまっ平らな田んぼにするためには余った残土を遠くまで運ぶことができませんから最初から計画的に盛り土していかなければならないということになります現代社会はこれないですからこういうことできないですからこちらにね、まあ、田んぼの写真がありますけどもまっ平らでしょもともとまっ平らじゃないですから凸凹で,ですから地面っていうのはちゃんと水路も引くわけです水路がなかったら田んぼに水を入れることができません 川の水水をせきき止めると水風がどんどんん増してきますその水を田んぼの方にあふれさせてダーッといっぺんに水を入れるわけじゃないですか川の水をせき止めようと思ったら大河じゃ水をせき止めることができないわけですよ大きな川から細い水路を引いていってそこで水をせき止めるそれだったら簡単にできるで水位が上がってくれれば田んぼに水をどっと入れることができるわけです人間っていうのは身近なものを活用して少しでも豊かな暮らしを実現しようとします 当たり前ですよね。そういういい。に考えなななければならない古墳はそもそも墳丘を持つお墓なのかお墓であるのは間違いないですよお墓を作るために古墳を作ったのかってことですそうではなくて森とところにお墓を作ったったいう見方だってあるわけでしょ。だから2つ目古墳の大きさや形の違いは葬られた人の地位や力の大きさを示しているんでしょうか王の偉大さを視覚でアピールするためのものだったんでしょうか なるほど仁徳天皇偉大な天皇だったということはわかります。仁徳天皇よ大きいですよ。こちら、大きいです。だけど。この下の方にある天武天皇の古墳です。天武天皇と持統天皇と、お二方の天皇が埋葬されている古墳になります。天武天皇持統天皇といえば。我が国の歴史を築いた。律令制度の歴史の根幹を築いた偉大な天皇ですよ。その天武天皇っていうのは。 こういう小さな扱いで、他のご皇族と同じ程度の権力しかなかったってことですか。自身の乱に勝利してるんですよ。大勝利した偉大な天皇ですよ。ちゃんと真面目に歴史を考えたら、こんなアホな考え方ってのは出てくるわけはないじゃないかと思うんですが、皆さんいかがでしょうか。それから3つ目、墓の在り方で統治するという世界でも珍しい統治形態などというものが存在したんでしょうか。 お墓が立派だったら皆さん尊敬しますか墓地に行くとお寺さんとかねあるいは共同墓地とかあるじゃないですか市がやってる共同墓地みたいなそこに行ったら立派なお墓ありますよ墓石も立派で三陰石かなんかを使った立派なお墓があったらその立派なお墓があるということでああこの人は素晴らしい人だ僕尊敬しちゃうってなるんですかそんな文化あるんですか日本にさらに服装品には本当に チャイナや朝鮮半島かからのの影響があったのかむしろチャイナや朝鮮半島に対して日本が影響を与えていたということではないんでしょうかというさまざまな疑問が起こるわけです。普通の宅地でもそうです。普通に家を作ろうと思っても今まで森や林だったところを慣らして住宅建てようと思ったらこんな感じで残土が出るわけですよ。どうするんですこれ。さ <laughs> っきもお見せしましたけど今だったらこういう大きなトラック使って港湾の港の埋め立て工事に使える。 でもまだ当時はそんなトラックなかった。そしたら近くに森とするしかないとことになります。もっと普通に考えようよって思うんですよね。先ほどのこの古墳なんですけども、冒頭申し上げた通り、古墳はだん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 大きなものになっていった。つまりだん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 開拓する土地がより巨大な。要するにお米を作るっていうことは田んぼが必要です。その田んぼを作るためのその土地の開拓工事というものが年々巨大化していった。しかも 全国的にお米を作っていこうというそういう動きが広がっていったそのための田んぼをどんどん作ろうよということが全国にまさに広がっていったそして土木工事もどんどん大きなものになっていったではどうして古墳が今度はだんだん小さくなって最後はなくなっちゃったんでしょうかこれも土地をとい,いうことが進んできますと今度は新しい土地を開拓したときにそこで 生まれた残土っていうのは今度は川の堤防作りに用いられるようになるんです堤防には大量の土が必要になりますこの堤防だってただ残土を積み上げれば堤防になるってもんじゃないですやっぱりさっきも言いましたように砂、石、粘土、そしてこの土っていうものを上手に組み合わせて傾斜をつけて盛土をする今はこうやって建設重機を使って堤防を作りますでも皆さんのご自宅の近くにね 一級河川と呼ばれる大きな川があると思うんですけどこの大きな川どの川もものすごく立派な堤防がありますよねこういう堤防。この堤防ほとんど全て江戸時代よりも前に作られたもんですよ。全部木工担いで手作業でやったんです。じゃあどうやってここまでこれだけでのねたくさんの土を運んだのかといえばみんなじゃあ木工で担いでいったんでしょうかちょっとずつ。そうじゃないんです。 船でで運んだんだす川があるからそうすることによって巨大な堤防というものを作れるようにもなっていった広大な土地を田んぼにした場合そこには水を引きます水を引くということは逆に言えば水害にものすごく弱くなるんですその水害に対対する対抗策としては堤防を作らななくちゃいけないけんですでも堤防を作っちゃうと今度は田んぼに水を引くことができませんからこの堤防に穴を開けるんです。 ちゃんと水を取れるようにするんですそれもまたノウハウが必要なんですだって土石流が流れてきたときにそこから堤防が決壊する危険があるわけだからそうならないようにまるでコンクリートで作ったような丈夫な穴を開けているわけですそれだけの非常に高度な土木建設技術というものを日本はこの三世紀以降のね四百五十年の間に持っていたということになるわけですこれすごいことだと思います まあ有名な、ね、仁徳天皇仁徳天皇は西暦313年から399年までつまり4世紀においでになった天皇ですね仁徳天皇といえば「民のかまどはにぎわいに蹴り」という言葉が有名ですこれも「日本書紀」に書かれている言葉になりますこの仁徳天皇のご辞席として有名なのは都の皇居からね街をご覧になられた時にお昼時なのに民の家から上がっているかまどの煙が少ないこれは民が 生活に困っているからではないのか、はい、いのかかはでございます、うん、そうかならば向こう3年間全ての税を免除せよ景気が悪いからみんな家のかまどに煙が立たないんですということはご飯も炊けないぐらいみんな生活に困ってるんじゃないか30年間にわたって不況が続いてるんじゃないか給料上がってないんじゃないかそういうことになったらじゃあまず消費税を下げましょう、ね、税金全部やめましょう 現代の日本国政府すらできないようなことを4世紀の仁徳天皇は実際に実現されたんですよ。素晴らしいと思いますよね。じゃあ仁徳天皇のご業績というのはただ税をやめたでみんなが景気良くなるようにしただけなのかというとそうではない。3年間にわたたって税を軽減しましまこれでもう民の生活は元気になっております。是非税を上げていただきたい。 いやまだじゃもう三年税を免除せよっていう話になったんです。なんでそんなことされたのか実は民衆の中でまず最初の三年間というのはその間に税がなくなるということになれば自分たちで育てたお米っていうものを自分たちで蓄えれるようになるんです。三年あると二年分の食料を自分たちで蓄えることができるようになります。そしてさらに三年延長すると今度は国全体として 2年分の食料を蓄えることができるようになります。この時代、まだ冷蔵庫ないんです。冷蔵庫がなかった時代に、3年、4年、5年、10年、20年と、長期間にわたって保管できることができる食料というのは、実はお米しかなかったんです。お米ってすごい食品なんです。お米は、もみ米の状態と、玄米の状態と、白米の状態があります。皆さんが召し上がるのは、ほとんど白米の状態です。 白米の状態だとそんん。なに日持ちしませんもみ米の状態っていうのは発芽しちゃいますからだからそんなにやっぱり日持ちしませんところが玄米の状態だと常温保管で20年経っても食べることができるんですこれすごいと思いませんしかもお米を作るにには大量の水が必要になります。その大量の水をどうやって日本っていうのは手に入れてるかというと毎年9月頃になったら台風が来るわけですよ大雨降らせるわけですよ この降らせた大雨がだいたい半年くらいかかって地面に染み込んで地下で水脈を作るわけですよでこれが今度は川となって流れてくるわけですよでちょうどその頃に田植えがあるわけですよこれによって世界中ほとんどのどこの国でもですよ国類といえばトウモロコシや小麦を作るわけですねトウモロコシ畑とか小麦畑っていうのはこれ何年かに1回だいたい3年に1回から4年に1回なんですけども休耕地と言い,いましてここで 土の中にある栄養分が回復されるまで1年間この畑を休ませななくちゃいけないけんですそうしないと地面の中の栄養分がもう空っぽになってしまってもうこれ以上小麦作れませんって土がストライキを起こすようになっちゃうわけですだから当然休耕地という形にしますところが考えてください日本の田んぼって何千年も前からずっと同じ田んぼを使ってるじゃないですか一切宮殿といって田んぼ休ませるってことはしませんよねどうして 休ませないのに、毎年収穫を得ることができるのか、毎年どころじゃないですよ。西日本の方は二期作って言いまして、年に二回収穫するんですよ。それ、毎年やるわけですよ。十年、二十年続くだけじゃないんです。二百年、三百年、五百年、千年、二千年、三千年、四千年、五千年って、ずっと毎年、年に二回。ここから収穫してるわけですよ。なんでそんなことができるのかといえば、それは実は台風のおかげなんです。台風がやってきて、雨を降らせてくれて、その時に。 地面に染み込みながら、地面の中に含まれている。さまざまなミネラル分というものを大量に抱いた状態で。綺麗な水となって流れてくるわけです。で、水に栄養があるんです。その水を田んぼに引くわけです。そうすることによって、田んぼは休ませることなく、毎年。収穫を続けることができるという、うまくできてるんですよ。しかも、水を使って栽培しますから。ものすごく出来上がったお米っていうのは、みずみずしいんです。小麦とは大きな違いです。トウモロコシ、大きな違いです。ものすごくみずみずしい。 そのみずみずしいお米にさらに水を加えてご飯を炊くわけですだから炊き上がったご飯をいただく時ってご飯の中にもう水分たっぷり含まれているわけですタンパク質も含まれていますだからご飯食べるとみんな元気になるんです6年間免税することによって民の間にもそして国の中にもある程度お米を備蓄することができるような余力が生まれてきますそうなってくると今度はそのお米を民衆に対する報酬として払うからみんなちょっと協力して 南波の堀江というのをこれを作ってもらえないかあるいは「万田の堤」といいましてこれは日本最初の大規模土木工事なんですけども大阪府の寝屋川付近この辺りに巨大な堤防これを作っていますさらに山城の「くるくまのあがた」に「灌漑用水」を設置したこれ京都府の城陽市の西北の辺りなんですけども用水路を作っちゃったさらに今度米蔵として「万だの土産」といいましてものすごいでっかい米蔵をバーッと作っていくわけです。 でさらにワニの池って言いまして奈良市なんですけども横のの包みといいうものを作っていますこのワニ池っていうのは日本最初のダム湖になりますすダム作っっちゃったんで,すでさらに灌漑用水として、えー、小木薗の大溝これを作って広大な電池を開拓するそして国と軍の境を分けて強度の産物っていうものをこれを信仰するということもやっていってます。つまり仁徳天皇というのはものすごく土木工事を推進した天皇なんです。 これによっていわゆる今関西地区の大阪から堺にかけての広大な平野が開けそこでみんなで盛んにお米を作るようになりこれによって仁徳天皇の当時の日本というのは世界で最も食べ物の豊富なまるで天国のような国になったということなんですそしてそれだけの巨大な工事を行えば当然のこととしてたくさんの盛土というのをしなければならない盛土したものが万が一崩れてしまっても大丈夫なように 周りに溝をうがってただ溝を動かすだけではなくてここに灌漑用水を蓄えるで寛外用水がまた漏れないようにちゃんと周りもこうやって囲うそういうふうな形で巨大な古墳なんかも作られていった。こう考えると古墳っていうのは残土処理っていうものを非常に効率的かつ効果的にそして無駄がないように作っていったものなんだということが自然と見えてくるわけです。ちなみに新徳天皇とといますと必ず この横丁にね。皇后陛下の絵が描かれています。この皇后、陛下の名前をあの岩姫の大きさと言います。こんな感じでね。いつも仁徳天皇のそばには奥さんがいつもいるんです。皆さん、仁徳天皇ばっかり注目するんです。でも、仁徳天皇の,の功績というのはこの奥さんがいたからなんです。この奥さんが読んだ歌があります。君が行き、気長くなりぬ山尋ね。 向かい会か,かも、町人かま多分とかね、用意歌が残ってるんですけども、この奥さん、仁徳天皇のことが大好き。ひたすら仁徳天皇のことを思い続けている。仁徳天皇は、その意味では奥さんにものすごく愛された天皇でもあったわけです。奥さんに愛された男っていうのは、自分がそれだけたくさん愛されたら、今度は自分は周りのみんなを愛するようになります。結果として、国を愛する、民を愛する、そして民が少しでも。 豊かに安心して安全に暮らすことができるようにするためにはどうすればいいのかじゃあ広大な平野を切り開いて田んぼを作ろうじゃないかという話になっていくわけです。戦の陰には女ありという言葉はありますけれども男の業績の陰には必ず奥さんがいる夫婦は二人で一体だというふうなことも仁徳天皇のお話の中に残っています。またさっき出てきましたこのマンダの進みなんですけどもこれについてはですね本邦初の大規模工業事業ということで産経新聞なんですが。 新聞で紹介されたこともあります万田の住みは日本最初の大規模土木工事です日本書紀に次の記載がありますどうしても決壊してしまう場所が2箇所あった工事の成功を期してそれぞれの箇所に1人ずつの科学川の神様ですね川の神様への人柱を立てることになった犠牲に選ばれたのは武蔵の国の十に武蔵の国ですからねこれは万田の住みって関西でしょ関東からも人が来てるってことですよね 武蔵の国の住民の小悪久と河内の住人のまムたの村地の衣の子というねこの二人であった小悪久は泣きながら入水していきまムたの村地の衣の子はひょうたんを使ったトンチで死を免れたひょうたんの中に空気入れといてそれをね隠し持っててで水の中でこうひょうたん使って酸素を補給して多分一定時間経つと引き上げたんでしょうね。でその時ににまだここいいつ生きててるよということうなって 命を流られた結果として2か所とも工事は成功しそれぞれ「小あくびの絶え間と「衣の子の絶え間と呼ばれるようになりましたというふうな記録が残っていたりします。古代のことですから人柱ということもあったわけです。神の怒りを鎮めるために。でも知恵を働かせて生き延びたそういう子がいたんだよそれも可能なんだよということをちゃんとこうして物語として残しているわけです素晴らしいいと思ます。 こうして仁徳天皇の時代にものすごく日本というのは大発展を遂げこの時代っていうのはまだ通貨社会じゃないんですお金を持っているということがあの地位の象徴じゃなかったんです当然ですよねまだ開平経済がないわけですからこの時代の経済は何かというと食い物の量なんですどれだけ食べ物をたくさん持っているかっていうことが富の証だったんですそして仁徳天皇の時代日本は世界で最も豊かな国になったんです誰もが飢えることがない 飢え死にすることがないとにかく食い物がたっぷりある「えそんなの天国でもなかったら無理でしょう」いやいや本当にそういう国があるんじゃ」「マジっすかそれどこの国ですか?」「どうもあの東の方にある国らしい」「ああいやでもじゃそんな素晴らしい国だったらぜひ一度行ってみたいと」ってなことになりまして実は仁徳天皇の時代に世界中から多くの人が集まってきます。もちろん世界中からやっっててくくる多のの人々っていうのは 本当に立派でかつ財力のある人たちが日本を訪ねてやってきますでもですよやってくる外国の人たちというのはほとんど全員立派な人たちばかりなんですけれどもどうしても漏れなくろくでもないやつがついてくるんですこれはしょうがないですやっぱり人間というのはね立派な人たちばかりじゃない特に日本の近くにあって自称超大国かなんか言ってるような国がありますけれどもあのあえてどこの国とは申しませんがわがままで勝手で 特に食習慣として人を食べるという習慣があったりするで自分の欲望を満たすために押し込み行動を働いてその家にある食い物を全部奪ってしまうだけではなくてその家の人たちまで一緒に食料にしてしまうそういう文化を持った人たちもいるわけです結果何が起こったかというと日本国内で仁徳天皇がお亡くなりになられた後びっくりするような事件が次から次へと起こるようになりました 本日お話し申し上げました日本の歴史なんですけども実はこちらにあります「学校で教えない歴史の真実」というシリーズもの中の一つになります。でシリーズ全体はインヤ塾の方でご覧いただくことができます。最初そもそも歴史とは何ぞやというところから始まってで旧石器時代縄文時代弥生時代そして現代に至るまで全部シリーズでおそらく合計200回ぐらいのシリーズになっていくるんじゃないかなというふうに思っております。さあ皆さあん あなたはどこから